できました。できた。マヨネーズかけてきました。そしてこのバターロールですよ。このバターロールのパンに、これで焼きそばパン的なね、うん、これで焼きそばパン的なね。しかもバターが入ってるパンに焼きそばパンしちゃう、この感じ、うん、まあまずは普通に食べましょう。はい、うん、まあうまいですね。うん。うん。それなんて焼きそば。これは超ギガ盛りマックス。あ、おはよう、ナイス大フォアザス。超ギガ盛りマックスです。ガーフンゴム、うん、昨日は違う人に内緒だったけど今日は慎吾さんだけに教えません。マジっすか、どうも。トマトヌードル、あれ美味しいでしょ。チリトマトのね、あ、チーズ入れたら美味しかったよね。あれね、カップヌードルのチリトマトにあれチーズ入れるとマジ美味しいよ。あれとろけるチーズ、パン持ってんのめんどくさいからさ。
それ足んないんだけど、ね、チョコモナカジャンボ食いたい。チョコモナカジャンボが食べたい。ただ家にないんだよな、チョコモナカジャンボ。まあ豪快っていうか、僕はなんか食べ物をちまちま食うの嫌いなんですよ。ガッて食いたい人なんです俺。わかる？あ、おはようございます。僕はね、食べ物ちまちま食うの嫌いなんですよ。なんかよく酒飲む人がさ、酒飲みながらちま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 なんかこうおかずみたいなの食うと俺大嫌いなのよね。ガーって食いたいんですよ。飲み物はちびちび飲むんですけど、そう、飲み物はちびちび飲むんだけど、食べ物はね一気に食いたい人なんですよね。まあ、例えば牛丼とかちょっとずつ食うよりガーって食った方が美味しくないですか？牛丼とか、牛丼はそうだよね。あとさ、例えばウニイクラ丼的なね、めっちゃ高い高級なウニイクラ丼とかもちま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 食うよりガーって食いたくないですか？わかるでしょ？贅沢なものを味わって食べるとか言うけど、贅沢なものを豪快に食うことこそ真の贅沢とは言えないのかいっていう話よ。贅沢するときはもう本当にね、完全に贅沢しないとね、カイジ君、我慢してちゃダメでしょ。あ、ナイスした、ありがとうございます。だってフグのさ、フグ刺しのね、一個一個こう食うんじゃなくて、箸でガーってこう取るやつあるじゃないですか。あのフグの豪快食い、あれもそうじゃん。あれも贅沢なものをガーって食うからこそ贅沢みたいな発想的に一緒ですよ。あ、ちなみに長嶋茂雄が一番最初にあの流行らしたの知ってます？長嶋茂雄があのフグの豪快食いをやって、それで流行ったんですよ。流行ったっていうか世間にこう認知されたっていうか、あれもともと長嶋茂雄なんで、知ってた？長嶋茂雄が流行らせたね。あ、台本どうも10倍あざっす。